久保さんまあ,あのプロの基準、プロの基準、まあ、うんまあ、プにしときましょうか、まあ。僕と久保さん、プロじゃプ、プロっていう、まあ、これで飯食ってるからプロって言っていいのかな。うん、まあ、みんなね、あの、なんか、プ,プロになろう、なんすかね、うん。やっぱ僕が感じるのは、やっぱみんな、うん うーん考え方が違うというか、見てるところが違うというか、バカでも、バカでも考えればわかるんだけど、なんでバカでも考えてもわかることを考えないのっていう。だってそうじゃないですか。今稼げない理由って稼ぐ、稼ぐスキルがないからじゃないですか。じゃあ稼ぐスキルつけようぜっていう話ですよね。で僕がネットビジネスの,その続けてきた根本的な一つの 大きな要素があって、まあ、このスキルがあったら、なんとか飯食っていけるなっていう、その飯を食うために、どんなスキルが必要かっていう、まあ、考え方があったんですね。要はもう、昔から手に食っていう言葉があってね、その手に食、うん、手に食、これからの時代は、どういうことを手に食につけないといけないのかなっていうのを、まあ、僕は就職があんまできなかったので、かなり考えましたよ。馬鹿なりに。 でバカなりに考えた結果、まあこれからはネットだぞと。まあインターネットで稼ぎ方はわからんけども、まあインターネットが普及してみんなインターネット使うようになるだろうし、とにかくインターネットを使う何かだっていうところで、うん、当時思ってましたけどね。まあでも稼ぎ方わかんないですけどね。稼いだこともないし。だけど、まあネットはなくなんないだろうと。うん、で、あれからまあ17年ですか ネットは進化する一方ですね。あなたは退化する一方じゃないですか。いってらっしゃい。